お疲れ様です、ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録をお願いいたします。はい、ですね、こちらご覧ください。アマゴツネヒサゲットいたしました。無課金でゲットいたしました。はい、まあ無課金でゲットできると言いましても、まあ無料小判をね、だいたいいくらぐらいかな、1万5000円分ぐらい使ったので無料では全然ないんですけど、もうすっからかんですね。今小判が1000円ぐらいしかないんですけど、まあそれでもね、やっぱゲットできるというところになっております。アマゴツネヒサいいじゃないかというところでですね、入手してる方多いのかなと。やっぱ添付900だけの力はあるんですけれども、なかなかですね、何十万も投入してる方は別として、まあ普通の美課金課金の方だと言って小生2、3が限界じゃないかなと思っているんですよね、今のところは。はい、ただ思ったよりも強いので、この前も紹介しましたけど、実際手に入れて編成組んだ感覚なんかもですね、ご紹介していければと思ってます。はい、まあ改めての紹介なんですが、彼はですね、敵3部隊の強化を打ち消して、知略 300% の攻撃を3部隊に与えるというところが強くなってます。3部隊に 300%、 上杉謙信と、ね、一緒ですからね。さらに恐怖混乱を付与となってまして、これですね、恐怖知略が減る、まあ、混乱、兵家の対して不利になるみたいな、敵3部隊の強化を2つ打ち消すみたいなところがあって、結構ですね、強いなって感じです。恐怖と混乱一緒にあって、いろんな防御と知略のデバフで強化を打ち消しってなってくるので、まあ、かなり戦って強いなと感じたので、はい、割と使おうかなと思いました。ただまあ小生ランクまだゼロなんですよね。どうしてもね、何個か組んでみたり、やってみ、戦ってみたんですけど、やっぱり、突がね、5つぐらいある信長とか秀吉とか家康のはどうしても強くなっちゃうんですよ、僕ぐらいの課金額だと。まあ、ただ、それでもね、やっぱり、使えるかなと思ったらご紹介するんですけど、まあ、彼を大将に置いてもいいんですけど、大将に置いてもよござんすが、まあ、大将に置くにはやっぱ弱いんですよね、僕は。はい。いや、何言うとんねんと。何言うとんねん。全然、もう、大将に置きゃいいやんと思うかもしれないんですけど、まあ、大将に置いちゃうとね、やっぱりね、弱くなっちゃうんですよ、戦力が。はい、1万ぐらい下がるじゃないですか。で、僕のこっち持ってる斎藤道さんとか、全然ランク2ぐらいなんですけど、全然美課金で。そんなね、美課金の僕でさえ、もう、二突になっている、この斎藤道さんとか、雰囲気とか強くなっちゃうんですよね。なんで今のところは斎藤道さんとか上に来るのがあれかなと思いますけど、おいおい逆転させていただければとは思います。で、まあ、ただ対象向きなんですよね。道さんは副将でも死ぬ技能はないんですけど、はい、まあ、こんな感じでもいいのかもしれないですね、本来である。はい、まあ、僕は今のところは斎藤道さん上に持ってきちゃってますけど、こんな感じで来るのがすごくいいですね。でも謀略家と下克上で、あれですからね、連鎖食らってますからね、ここね。で、足軽で、非常にいい感じになっております。で、封殺ですよね、さ、で、道さんは。で、これ、敵の不利状態や能力弱化の効果時間がプラスされるとなってますし、まあ、駆逐、兵家相性が有利な敵部隊に対するダメージが増えると。有利な時に調子になると。有利な時に調子乗って敵を駆逐する、そして不利なデバフが続くというですね、非常にいやらしい技能を持っておりますけれども。で、アマゴツネヒサについては老活ですね、敵部隊にかけ能力弱化の効果が 1.2 倍になる。本当にだからもう能力弱化の鬼なんですよね。封殺で能力弱化の効果時間プラス 10%、 はい、老活で効果が 1.2 倍、時間も長くなるし、そうなんですね、時間も長くなるし効果もでかくなるというところで、非常にこの、はい、封殺との相性がいいとなっています。だから敵がすごく弱くなっちゃうと。せっかくですね、もうこう課金で手に入れた武将たちを弱くするというところで、この常久道産コンビは非常にいいんじゃないかなと思います。で、この絵にしを見ると、謀略家と下克上なんですよね。この2つが来ることで非常に絵にしが強くなってるんですけど、まあ、その下もできれば2つ、これ、謀略家と下克上で組ませたいところでございます。で、誰がいいかなと思ったんですよね。ここね、実は、まあ、絵にしだけで言うと、絵にし優先でいくと、もっといいのがいるんですよ。絵にし優先でいくと、まあ、末春方とかだってね、かなりつながるんですけど、末春方やめました。はい。末春方、あれなんですよね。攻撃の火力がないんですよ、先方に。はい、やっぱりこう運用して実際に使ってみると、先方にいくら連鎖率高くても先方にダメージがないの嫌だなと思って、まあ敵一部隊なんですけど、
混乱も付与させるというところでつながったらでかいですね。浮田直江をつなげております。で、よりキー感ところなんですけど、主に見ておくべきところは、はい、技能なんですよね。で、気楽、先方の発動速度が速くなると。で、駆逐、駆逐がね、こちら、はい、斎藤道三と2人でこれ、非常に重なるというところでいやらしい感じになっております。駆逐コンビですね、よりキーで。で、ここ誰にするかなと思ったんですけど、三好仲良しにしました。で、再起を持っているように舞台の知力、再起が増しますし、で、一行が死んじゃうんですけど、その代わり福王がね、敵に舞台に 250% の攻撃、まあっていうところで、まあ、ダメージ、火力優先で入れさせていただきました。ここの、はい、三好仲良しさんは非常に意見が分かれるところかなと思います。で、これちなみにですね、これ松永久秀さんとかを入れてもいいんですけど、3悪ですね。敵に舞台に破壊に 200%、 火力は十分で、器用、破壊が増す、で、王法で、王法と器用っていいんですけど、もうあれ、まあ、あれなんですよね、もっぱら敵の城壊す専用だったり自爆専用なので、そんなにここに生かさないかなと思ってるんですね。彼はもう破壊変遷とかの時に、工場戦とかの時に役立つので、まあ、普段入れるんだったら、まあどっちかといえば三好長慶かなとは思いますね。もちろん動作騒音とか入れてもいいんですけど、まあ、騒音とか入れちゃってもね、あれなんで他のところに使った方がいいかなと思ってますね。大元切磋も悪くないですけどね、まあ、28% ですし、眼剣があるし、中石は死んじゃいますけどね。で、2部隊には 50%、 はい、大元切磋を置くか、まあ、はい、こちらの、はい、誰を置くかなというところになっております。で、まあ、ミオリキンとかこんなところですかね。で、右の方が非常に重要で、まあ、こちらの方のですね、右の方の、はい、本田正信、再起、封殺、いきますよね。まあ、主にあんま使わない側の方なんですけど、再起と封殺、2つとも一気に知略を増すし、封殺を増すしというところで、非常に強くなっております。非常の器ですね。はい。まあ、これ、先方はあんま発動しないんですけど、封殺で、効果時間がプラスになります。で、その下になりますと、同じく封殺好きだな、俺って感じなんですけど、はい、封殺フルセットで、能力弱化の効果時間もプラス 25% と、めちゃくちゃ長くなるというところになってます。山本勘介おすすめです。で、その下に誰置くかなんですけど、まあ、この人かな、迷ったんですけど、使ってないんですよ、吉本。僕使ってないんで、まあ、これ入れたんですけど、まあ、主に、はい、S だったりしますね。誰だろう、あと誰入れるだろう。他に入れるとしたら足軽 S のあれでもいいのかな、リアリティで絞るか。足軽 S の子だったら誰でもよくて、吉本はもったいないよと、あんま使わないよっていう方におかれましては、同じ、はい、西の人でですね、この山中鹿之助、攻撃と忠義というところで、武勇が上がっちゃうんですけどね。はい。まあ、武勇は上がっちゃうんですけど、悪くない攻撃力っていうところで使ってない、この、はい、山中鹿之助とかを入れてあげてもいいんじゃないかなとは思います。まあ、副将のところに入れるべきは、まあ、あれですよね。まあ、この、はい、斎藤道三が鉄板かなと個人的には思っていて、で、その下につなげるのは、はい、そうですね、浮田直家かなっていうところまでなんですけど、そこから下につなげるのは少し意見が分かれますけど、まあ、三好長慶にするか、はい、っていうところですかね。で、右側の方に入れるべきは、この悪そうな本田正信と山本勘介、非常におすすめです。で、これらを入れると技能がどうなっちゃうかというと、見てみますね。能力確認します。はい。武将レベル上げちゃいますね。技能がですね、こんな感じで駆逐、有利な時に敵をぶつぶすぞ、希望、はい、兵力が減った時に、攻撃速度と戦法速度が上がるぞ、っていうのとですね、で、こっちで再起、頭が良くなるやつですね。知略が上がる。で、封殺。封殺が3つあるんですよ。敵部隊にかける不利状態の効果時間がプラスめっちゃ長くなると。で、効果も、老活ででかいし、時間もこの封殺長くなるというところで、この封殺のこの3人ですね、はい、斎藤道三と、はい、そうですね、本田さんと勘介、この3人結構いいのかなと思います。なのでちょっと、まあ、適当に入れた人もいるので、ここでこの人はいらないんじゃないかみたいな人外すとすると、よいしょ、この子はいらないですね。いらないというか、まあ入れたって感じですね。ここもですね、まあ入れたって感じか。よいしょ。
まあ、この辺はまあ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 鉄板なのかなとは思いますよね。左側の方にこの子たち入れてもいいですよ、別に連鎖つながんないですけど、まあ勘助とか入れてもいいんじゃないですか。まあ、こんなところでもいいのかなと思いますね。勘助のキツツキも行きますしね。ただ火力がないんだよな、キツツキ。なんでまあ火力優先で先方つながった時にダメージを与えられる子とかを入れておくのも悪くないんじゃないかなと思います。そうすると大元切災かな。はい、で こっちが山本勘助みたいな感じになってくるのかなと思います。はい、といったところです。まあ、皆さんどう使いですかね。非常にですね、今までいた暴走系というか悪いことを考える系の人たちをうまくつなげる、そのハブになるんじゃないかなと思います。まあ、僕はですね、ちょっとまだ星ゼロなんであんまり使えないんで、まあ、こんな感じで斎藤道さんのサポートとして入れてますけれども、まあ、それでもやっぱ老活能力弱化の効果 1.2 倍にもなるわ。防性がめっちゃ強いんでね、はい。まあ副将で斎藤道さんを支えるという使ってますけど、もし僕が大金持ちだったら斎藤道さんの方を副将にするかなと思いました。といったところですね。はい、引き続きまた波動の動画上げていきたいと思います。よろしくお願いします。失礼します。